はい、皆さんのお天ともです。ユシンゲージの実況となります。というわけで本日2月14日バレンタインデー当日を迎えまして、で昨日ね、僕バレンタイン予想動画を出しまして、でそこで最新予想として、またね、運営さんがクリスマス正月同様にプレゼントボックスにね、何かひっそりと忍ばせてくれるんじゃないかなっていう、そういった、期待も込めた、希望的観測も込めた予想をしたんですよ。で期待を胸にね、日付が変わってログインしてみたところ、なんとね、プレゼントボックス光ってるんですよね赤く点滅してるんですよ。これさっきまでね、多分点滅してなかったんですよね。ワンチャンね、他のイベントの取りこぼしっていうこともあるんですけど、これまたしても予想的中なんじゃないかな、もしかして。僕結構な確率でね、これまで予想を的中させてきております。そう、考察王にね、なってきております。はい、もちろんね、外しているのもありますけど。そう、ということで、いや今回もね、8割ぐらいでね、運営さんやってくれるんじゃないかなって思っていて、いやー、そうやってほしいな。では見ていきましょう。運命のお時間です。ポチッおー、すごい、来ました、バレンタインデーのプレゼントです。またしてもやってくれました、運営さん。案の定と言いますか、クリスマス正月に続きまして、プレゼントボックスにね、日付が切り替わってプレゼントボックスに、今回はコイン ×14万、2月14日の14日なんで14万コインぶち込んでくれておりました。ありがとうございます、ありがとうございます。予想的中、そしてありがとうございます。ありがたく使わせていただきます。はい、ということでね、コインでした。正解はコインでした。コイン、もしくはダイヤって僕、はい、希望をね言っていたんですけど、コインくださりました、ありがとうございます。10万以上嬉しいですね。いや、よかったよかった、本当ね、何もないことはね、さすがにないと思っておりました。イベントごと大好きな運営さんですからね。バレンタインデーキャンペーンでね、お得な課金パックは本日11時から発売させてくださりますけどね、無課金税の方にとったら何の、ね、何のメリットもないね、パックなので、でもし何もなかったら無課金税からね、結構ね、あれ、運営さんどうなのっていう、そういった声が上がっていたと思うんですけど、いやー、やってくれました。はい。期待通りといった感じで、一安心です。はい。こういったところ、粋な計らいをしてくれますよね。てなわけで、ね。予想的中、および今回のプレゼント、ね、チョコの香りは何なのか、コイン14万でした、ね。プレゼントボックス開いていきましょう、受け取っていきましょう、といった、動画でございました。はい、では、本日バレンタインデー、皆さん、良き一日をお過ごしください。では、今回これで以上となります。いかがだったでしょうか。よければ、いいね&チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジークバレンタイン。